こんにちはパクスルーな高橋智恵です今日は、えー、またホロスコープを読んでいきたいと思うんですけれど、えー、高浜寛さんという、えー、女性の漫画家さんのホロスコープを読んでいきたいと思います、えー、高浜さんは、えー、日本人の、えー、漫画家さんなんですけど実はフランスですごい高い評価を受けてましてで先日日本でも手塚治虫賞っていうのを 受賞されたりすごく、えー、今、えー、いい感じで活躍されている方です。で出生データっていうのがありましてお生まれになったのが熊本県の天草市で、えー、1977年4月6日に生まれている方です。 で漫画家さんっていうことで当然まあ金星っていうのが重要になってくると思うんですけど高浜さんの場合これがまた金星がですね太陽とゴになっていてしかも逆光そしてお羊座の金星なんですねなので一般的には一般的な伝統的な先星術ではそんなにいい金星の状態じゃないって言われてるはずなんですがでもえー、と以前 j y パークさんの「 ホロスコープでもお伝えしたようにこの配置っていうのはヘリオセントリックで見た時に金星と地球が5になる人の配置なんですねなので、えー、高浜さんの金星っていうのは、えー、実はかなり天井的なあの天井っていうのは、うん、セレッシャーっていうんですかあの天を向いてる感じなんですよヘリオ的な金星なんですね。 で実はですね高浜さん、えー、その金星のそばに金星と太陽のゴーのそばにサウスノードも近いんですよ。なのでおそらく過去生でもかなりもうこの金星的なテーマっていうのをされていたんじゃないかなと思います。でえー、と大学を卒業されてすぐに あの「ガロ」っていう有名な漫画の雑誌を通じてデビューされて結構そのままトントン拍子にフランスの方でも、えー、自分の作品が売れたりして結構高浜さんっていうのは若くして一度何かこう脚光を浴びる時期があったんですね。だけどその何かこう注目されるっていうことのプレッシャーに耐えられなくて。 一時ちょっとアルコール中毒にななってたそうなんですねアルルコール依存症になってた方なんです。でまあまだご,ご存命中の方の,あのチャートにいろいろ言うのもなんか申し訳ないんですけど例えばサウスノードがおひつじ座にあっておひつじ座の支配性っていうのが火星なんですけど火星が魚にあって魚座にあってこの火星が、えー、イテ座の海王星とスクエアなんですね。 でやっぱ、火星と海洋星のスクエアっていうのはちょっと難しい配置でもあり海洋星っていうのはご存知の通りえっり、と、アルコールとも関わってるものなのでそういうこともあってちょっとそういう時期があったのかもしれませんサウスノード的なテーマが刺激されて。ですけどそこから立ち直っていって彼女はノース濃度はノース濃度も金星なんですね。で、 ちょっと配置としては遠いんですけど冥王星と緩やかに、GO、なんです、まあ、結構オーブを広く取ったら「ゴ」っていう感じなんですけどでノースノードと冥王星「ゴ」の人っていうのはもうあのやっぱカリスマ的な人になりやすいというかあのノードのどちらかに冥王星が「ゴ」になる人っていうのはカリスマ性っていうのがある方なんですけど。 あのノースノードの方向に向かって彼女が、まあ、動き始めた時に初めてサウスノード側にあるこの金星、まあ、太陽と豪になった金星っていうのが輝いていくんですけどそのようにして生き始めたことでおそらく高浜さんが今すごく評価を受けている、まあ、手作り作りをえフランスでも あのラマンって言ってマラグリット・デュラースのすごい有名な本がありますよねあの本の漫画化したやつがすごい注目されてる、まあ、そういう状況になってきてるのかなと思います。へでこの「ヘリオ」の「金星と地球の号」っていう配置をお持ちの高浜さんなんですけどやっぱ本当に才能がその人を 苦しめるというか、やっぱそのプレッシャープレッシャーがあって、その才能が素晴らしくて若い時に一度ガってこう注目された時のそのプレッシャーで、まあちょっとアルコールの方に、えー、傾いてしまったっていうお話もあって、それだけやっぱヘリオ的なものと関わってる配置の人っていうのは苦しみもあると思うんですよね。でも J I パークさんの例でお伝えしたように、もうノースノードの方に向かうっていうふうに決める。 それでそっちに向かうぞってなった時にそのヘリオ的なものヘリオ的なこの金星っていうのが本当に安定して動くようになる安定して、えー、輝くようになるっていうことです。で金星,金星は、えー、と先ほどお伝えした海王星とトラインなんですね、えー、火星は海王星とスクエアなんですけど金星は海王星とトラインです。で ちょっとオーブは緩めですけど獅子座のある、えー、パラスとか小惑星パラスとか、えー、土星とかともトラインなので、まあ、すごくざっくりと火のグランドトラインが緩やかにできているとも言えなくない配置なんできっとあのこれから本当に素晴らしい、えー、お仕事を今後もされていくんじゃないかなと思っています。で、 とにかくね、私は高浜さんがすごい好きでもうなんか Kindle でも買ってるし紙でも買っちゃったっていうぐらい高浜カーンさんが好きなんですね。なのであのフランスが好きな人とかヨーロッパが好きな人は多分高浜さんのこと好きになると思うので是非読んでくださいそしてあの高浜さんは本当になんか私もすごい好きあのライフスタイルが好きであ九州の九州の 熊本の山奥の山の中に住んでるんですけどあのブログに書いてるそのブログでこう発信してる写真とかがすごい素敵で、あでクリスタルが好きでゴロゴロってこう原石系のクリスタルをゴロゴロって置いてるところとかあとなんかちょっとこう。 渋い感じのインテリアとか,なんかこう全部高浜ワールドが好きっていうぐらい好きな漫画家さんなので今日ちょっとあんまりこうやって YouTube であの星を読ませていただくっていうのはドキドキだったんですけどざっくりとあの高浜さんの素晴らしいこのヘリオ的な金星のまあ喜びと苦しみみたいなものを勝手ながら勝手にちょっと分析させていただきつつこれからえと本当にあの活躍してほしい。 長生きして活躍してほしいなって思っています、えー、今日はということで金星と地球の会合の時に生まれた高浜観さんのホロスコープの分析をさせていただきました